太田さん 3D 映画覚えてます、うん、ああもうこれは俺ですよ。覚え 3D 映画って楽屋でみんなでやってたの覚えてません？何？どういう？あまあ上映してたのは小坂と俺、はい、それはね。で 3D 映画、はい、楽屋であの ゴジラとかゴジラ、そうゴジラ、おお覚えてる。ゴジラってどういうの？だから常連は一番伊勢さんが、うん、そう常連で聞きたいですよね。そう、はい、何ゴジラって。だからまあ当時ね、当時まだその今でこそ 3D もちろんアバターがあって、うん、アバター以降 3D が普通ですから、うん、でも当時やっぱ 3D なんてボキャブラの楽屋にしかなかったの。いやまあ今でこそもちろん 3D も 4D っつってさ匂いまで出る。あそうね、言ってみりゃ今言ってる 3D は 4D です。匂いがメインですから。匂いがメイン、匂いがメインだ。そうしたした。匂いがメインの 3D あんまなくないですか？いやないね。どういうのか全然俺ちょっと覚えてないから教えて。俺がこう危ないから、うん、危ない腕をこうロックするわけ。危ないのね。ね。お。で、ガッて。で、ガッとここでロック。まあ、じゃあ三根さんちょっと俺がね、これが、これが伊勢さん。俺がの伊勢さん。乗る人ね。もちろん望んできてないから。はい、基本は望んできてないから。でも見ますか？あと 3D 映画を。ほで。顔をこう上に上げて10年先輩ね、そうロックする、はい、これがこれで上映始まるか、はい、あのだからリラックスシートみたいなやつね。あのちょっと料金の高いもっとよ、寝てんねんからめっちゃリラックスファーストクラスみたいなもんだ。そうこういう状況で、でじゃ あのお客さん入ったんでお願いします。一応この役はアリペイがやってんだよ。ここ、ね、アリペイがアリタが、ね、好きなんだ、アリペイがお願いしますって言ってデーンって今できないけどデレレデレレってデレレ全部で全部ねデレレ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 レレレレレレっててこうなると。でこの段階では 2D 待ってで、あまだね飛び出てないからデレレ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 でれれれでれれれってやるんだけど、やっぱあの当時ね20年以上前だからやっぱ 3D もそんなに精度が高くない。どうしても壊れちゃう。でれれ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 れ。あ故障した。故障した。おいおいおい。言ったら西山がやって。ちょっとメガネかけてないじゃん。メガネかけてない。3D やつ。でも俺もこう脱いでるわけ。脱いでる。で袋。ネギ乗せたらもう全員こうよ。手はもう。そう。で、やってたわ、やってたわ、思い出した。思い出した。みんな映画終わったのに離れてもみんなずっとこれ。そうそう。なんかもう絶望感なんだよな。なんで10個も年下のやつにこんなことやられなきゃいけねえんだっていうね。伊勢がまたプライド高いけどな。超怒っちゃって怒っちゃったな。なんだよなんで俺ばっかやるんだよ。やってたやってたやってた。でそれをあの絶対来ないと思ってた太田さんをそれこそ有田が太田さん見たいんじゃない、うん、って言い出して俺やられたんだよ。いややられたよ。やられたやられたみんなやってる。でやっぱ同じ状態よ。同じ状態になってひどいんだからこいつら本当にやってたね。ピーちゃん俺結構やられてたイメージ。やられてた確かに。いやただ俺はもちろんねその俺お尻周りまあ逆に言うとその、ね、肛門的な隠しても意味ないわ聞こえちゃってんじゃん。お尻周り逆にお尻ね、まあ、その肛門的な感じのなんでより聞かせようとしてんだよ音声サイズ。これ何なの小島さんが好きだった人っていうのは。これは俺が質問なんですけど、やっぱり司会 MC やられてたでしょ、はいはい、あんだけ芸人出ててやっぱりその自分の好みの芸人さんって絶対出てくるじゃないですか。この人らのファンじゃないけど、まあ、当時のそのこの人らのファンだわっていういたんですか。なるほどね、はい、正直に、うん、いやでも本当皆さん好きだった。いやもうもちろんいらないですわ。特に中でもですよ。中でもそれはいますいます。俺のファン誰、もうこの人毎週出てくれないかなとかちょっとワクワクするなって言いました。誰松本ハウス。あー加賀谷、うん、松本ハウス加賀谷好きだったんだ。加賀谷さんなんかもう異色じゃなかったですか。いや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 もう神がかってたよね。もう天才だったでしょ、うん、天才だと思いました。天才だった。いや皆さん天才だと思いますよ、うん、いやいやいや加賀谷はちょっと加賀谷はもう別クラスというか。そうやっぱ突然言われるの時のあの返しとかもすごかった、すごかったね、すごかったよね。そう他はその男として男としてみたいなやつないですか。男性としてちょっとあれかっこいいなとかセクシーとかね。太蔵さんとか大人気やったし。あなるほどね。太蔵さんじゃなくて潤さんはちょっとやっぱりあの紳士でしたよね。
声かけた、あの声かけるって変ですけど、なんかちょっとほら楽屋も別だし、皆さんとあんまり声、うんうん、まあ喋る機会なかったですもんね。同い年っていうのもあるんですよね、うんうん、あのあそうなんだ、はい、うちんちゃんと、はい、そうするとなんか同級生みたいな感じで、大丈夫元気とか、そう声かけて、はい、どこでどこでって大丈夫です、ちゃんとスタジオスタジオスタジオで大丈夫って言っていや大丈夫っていうか、まあ元気っていうかどういう声のかかわかんないけど、だって絶対声かけてくれませんよね、絶対そうないです、それは一番絡みづらい人で名前挙げられるわね、こんなアプローチばっかしてたらこれアプローチだもんねもうカップ見えてないんだもん、このカップアプローチ全部ドライバーでやってるから猿だよプロゴルファー、猿だよプロゴルファー、わては猿やプロゴルファー猿や、座ってよ何立ってんだよ苦手な人いました、ちょっとなんかこの人もう別にあんま喋ったこともないけどあんま感じ良くないな、太田さんとにかく怖かったんですよ、怖くないよ、いやでも目がなんかこうひちょっと引いてる感じ、うんうんうん、なんかこう、うん、俺は参加してやってるよみたいな、ちょっとそんなのはないわ、ないですか、ないですか、ない、あ、すごい初期じゃないですか、初期はそうかもしれない、ね、すごい初期 ね、 ね、途中ぐらいからもう本当、うん、あこの人も全然いいやってなって、一回あのすっごい覚えてるのが、みんなで地方に営業行ったのよ、会館工業行った行った、ね、ほんでなんか元なんかドリフとか、 なんか8時だよ全集合僕入ってたんだっていうおじさんがいて、今日はみんな大喜利やるから大喜利やるからな、俺司会でってなって、あはい、あった、ね、それは何、地元のイベントみたいな、営業、ね、なんか営業で、そう地元の仕切ってんだよな、そうだな、現場の偉そうな、そうそうそう、 MC 兼イベンター、俺はもう8時は全集合とか関わってたんだよ、あそうなんですよ、ざっくりだな、そうで大喜利始まって、でみんなもう全然おもんないから、そのおじさんがいじり出したよ、ああバンバン下ネタやったり、ああで会場はすごい受けてんのよ、ああそしたらなんかね、ウナがまずこのプリンプリン、プリンプリンのね、親父のひげをビャーって引っ張ったり、で太田さんもなんか頭ガーってやったりしてほんで終わってそんなのいじりじゃねえ盗賊だよ、でもいや拷問拷問、でも受けてんのよ、わー受けてんのよ、だからウナにあれつけ冷えだからちょっと引っ張らせてこいっつってバーって太田さんが言うでやって終わって、いや面白かったねって終わって楽屋戻ったら、その親父がわーなんだこれはめっちゃ怒ってる、俺がやってるのに何年だろうお前ら絶対売れないこういうのちゃんとできないよ、じゃあすいませんすいませんってパッと見た太田さんいない太田さんだけなんかカーテンのクロスの中に隠れてる、いや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 、あったねえな、ずっと逃げて自分がやってたくせに、めっちゃ怒られて、そっからもう尊敬しなくていいやってなったわけね、こいつダメだなって思ってこいつはダメだって、太田上田、太田上田、太田上田。